皆さんこんにちは、ビーレジェンド志村です。本日はこちら、うまい、もう一杯青汁風味、もうおなじみになったんじゃないでしょうかね。ビーレジェンド WPI ラインからこちらのね、青汁風味、本日はこちらのレビューをやっていきたいと思います。毎年ね、数量限定で販売するんですけれども、本当にご好評いただいているプロテインフレーバーの一つになっております。うまい、もう一杯青汁風味、一体どんな味なのか、早速ねレビューやっていきましょう。こちらのねプロテインご購入していただくと、こちらのね赤い袋に入った大スプーンがね付属してまいります。タンパク質ね 20g しっかり取ろうと思ったら、こちらのスプーンですり切って1杯入れてあげてください。でこちら裏面の方にシェーカーに150から 300ml の水に溶かすって書いてありますんで、本日はね 200ml の水を入れてきております。水の量をねご自身のね好みで調整してみてあげてください。濃いのが好きな方はね水の減らしてあげて、薄く飲みたい方は水の量を少し増やしてあげてみてください。僕のおすすめは 200ml ぐらいがおすすめです。それでは早速飲んでいきましょう。パウダーのね中身はこんな感じですね。青汁のような色、抹茶パウダーの色になってますね。綺麗ですね。香りは本当にね青汁のね匂いがしてます。はい、すり切って一杯入れていきます。よいしょ。はい、ローリング、よし。パウダー溶かすとね、ほんと綺麗な青汁のね色に変化しました。非常にね美味しそうですね。あ、香りは本当に青汁の匂いですね。それではね早速いただいていきたいと思います。いただきます。うまい、もう一杯。美味しいの、本当にしっかり青汁ですね。やっぱりこれあれですね、原材料のところにね大麦若葉であったりケールとかが入ってて、本当にねしっかりとした青汁のね風味を感じることができるんですけど、青汁って本当にまずいイメージがあるんですけれども、程よい甘さがあるんで、美味しく飲みやすい青汁ミルクみたいなねイメージをしていただくと、味がどんなものかって分かっていただきやすいんじゃないかと思います。毎朝ねこう青汁を飲むね習慣がある方がおられましたらね、こちらのねぜひうまい、もう一杯青汁風味でね、青汁のね成分とね一緒にタンパク質のね摂取もしてみてはいかがでしょうか。本当に飲みやすい青汁ミルクのようなフレーバーに仕上がっております。うまい、もう一杯青汁風味の栄養成分表示ですね、1食あたりエネルギーが 104.3kcal、 タンパク質が 23.5g、 脂質が 0.4g、 炭水化物 1.8g、 食塩相当量 0.05g、 ビタミン C が 41.6mg、ビタミン B6 が 1.4mg となります。 WPI っていうこともあってエネルギー104キロカロリーっていう形でやっぱり低いですね。その中でね、タンパク質含有量もね非常に多い含有量になっております。毎年ね数量限定で販売されるこちら WPI の青汁風味、毎年ね完売してしまう人気商品となっております。飲みやすい青汁ミルク風味のようなフレーバーとなっております。まだねお試ししたことがない方もぜひこの機会に一度飲んでみて、朝からね青汁と一緒にタンパク質摂取してみてはいかがでしょうか。商品のね詳細はこちら動画のね概要欄に貼っておきますんで、ぜひそちらからチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。